皆さんこんにちは区長のヘア TV の時間です今回は文京区の水害の備えについて区長に伺ってまいります区長よろしくお願いいたします9月1日は防災の日でした関東大震災が発生した日ですが6月から10月、11月にかけて台風が発生する時期でもありますよね今年もこれまでに各地で大雨や台風により被害が発生していますね そうですね。特に記憶に新しいのは7月3日に長雨によって静岡県熱海市で土石流が発生しまして人体に被害をもたらしましたまた8月11日からは前線の停滞により全国的に長雨大雨が続いて広範囲にわたって被害が発生しました被害を受けた方々には心からお見舞い申し上げたいと思いますし1日も早い復旧をお祈りしているところです毎年のように集中豪雨や台風による被害が 発生をしています2年前の10月の台風19号令和元年東日本台風は文京区にも特に大きな影響がありました都内では多摩川が氾濫して建物に浸水もありましたよね、はい、文京区ではどのような状況だったんでしょうか、はいえー、令和元年の台風19号の時ですけれども あの時きは接近するかなり前から台風来るぞ来るぞという心の準備も体制の準備もできましたので区では気象情報を収集して水害が起きた時の速報体制を取っていましたその後臨時水害対策本部を立ち上げて避難所11箇所を開設したほか土のの配布イベント等の中止 区立施設等の閉館等を決定したところです区民の皆さんにはホームページや SNS ふみのみよか安心防災メール青色パトロールカーの広報者等々を通じてですね、周知を行ったところですまた大雨洪水暴風警報の発表を受けて警戒レベル3避難準備高齢者避難開始というものを発令して 神田川にかかる区の管理をしている橋を順次通行止めにして水,水が溢れた状態にならないように一水対策を行ったところですで、神田川の水位はこの文京区民チャンネルをご覧の方におなじみのことだと思いますけども文京区に大雨洪水警報が発表されますと 区の防災センターを通じて区民チャイナルの画面に緊急防災情報システムが立ち上がりますで区内四カ所の神田川の水域の数字と区内五カ所の雨量情報が表示をされるわけです 令和元年の台風十九号の時もまた今年8月15日の大雨の時にもこの情報がテレビ画面に掲示をされています神田川のこの雨量情報等については文京区の水防災監視システムのホームページでも常時10分ごとに更新をしていますのでいつでもご覧いただけるような状態にしておいていただきたいなと思っています 先ほど警戒レベル三というお話がありましたけれども、はい、この警戒レベルについては今年大きな変更がされたんですよね。その通りです、えー。令和元年の台風十九号の時の教訓を踏まえまして、えー、災害対策基本法の一部が改正をされました。えー、今年の五月二十日からですね、水害や土砂災害の恐れがあるときに区が発令する警戒レベルを用いた避難情報の名称は変わりました。えー、警戒レベル三は 高齢者等避難、えー、警戒レベル4は避難指示となりますで、この警戒レベル4までには必ず避難をしていただきたいというふうに思いますで、警戒レベル5は緊急安全確保ということでまあ、災害が発生することが切迫をしていてまあ、自分の身や生命をこう直ちに守る行動をとってくださいというのが警戒レベル5ですのでその前の警戒レベル4までに避難を完了していただきたいということです 避難と言いますとイメージ的には避難所に行くというようなことかなと思うんですけども、それで合ってるんでしょうか。えー、ところはそうではないんですね。ご自宅がま浸水以外や土砂災害などの可能性が低いなど安全な場所にいる方は避難所に必ずしも避難所に行く必要は。 ありませんまた、避難所はご自宅での生活が続けられない、またはその恐れがある方に避難をしていただく場所です。多くの方が集まれば、まあ、現在、新型コロナウイルス感染症が収束していない時期ですから、感染拡大の危険もあるので、例えばご自宅での生活が続けられる状態であれば、在宅避難をしていただいて大丈夫な方たちもいらっしゃるわけです。また安全な場所にある親戚のの方方や友人の方 などのところに行ったりですね、えー、ホテル等に避難をするということも場合によってはありえるのかもしれません。えー、で、風数害の時には特に垂直避難を考えていただければなというふうに思います。で、垂直避難というのはまあそのその浸水する高さ以上の建物に住んでいれば。 えー、風水害事による浸水などが一時的にその上の階に行くことによって逃れることもできますので、えー、区では指定された避難所への避難が困難であったり、えー、雨の降り方や浸水状況によって身の危険を感じた場合の緊急的な避難場所として、垂直避難場所として、区民の皆さんの安全を確保することを目的に、えー、設置をしているところです。で区の施設ではは垂直避難場所ととしては江戸川橋体育館と 文教清掃事務所を指定していますが昨年文京区と大塚警察署富坂警察署そして区内の学校法人の ARC 学園関口地区のいくつかのマンション所有者等と垂直避難場所の協定を締結しましたで、垂直避難先を複数用意することで区民の安全を かかることはもとより、まあ、安心の確保にもつながりますし、えー、コロナ禍においては、指定避難場所の3密回避になることもできるので、これからもまあ垂直避難場所というものは、えー、可能な限り増やしていきたいというふうに考えているところです。住んでいる地区にどのような危険があるかについては、ハザードマップを確認するといいですよね。 水害のハザードマップ洪水高潮のハザードマップ土砂災害のハザードマップの三種類があります水害のハザードマップというのは河川の氾濫や下水道の一水によって浸水が想定される区域これはあの浸水深というその浸水の深さです、ね、を示すとともに各地域の避難所を示したものですまた洪水高潮のハザードマップというのは 大雨によって神田川及び荒川が氾濫をした場合にどこまでこう浸水してくるのか浸水想定区域それと同じく浸水深及び浸水継続時間を示していますこれらも各地域の避難所を合わせてご覧いただけるようになっていますまた土砂災害のハザードマップは土砂災害防止法に基づいて指定をされている土砂災害警戒区域と 土土砂砂災災害害特別警戒区域の土砂災害時の時避難所を示していますこれらの各種ハザードマップに加えて大規模な地震等が発生した際に避難する避難所等を示した防災地図また地震や火災水害に対して日頃からどのような準備が必要なのかを示した防災ガイドを令和3年9月版 として改定をしましたので、9月1日から随時、この5種類を区内の全世帯に全個配布したところです。ぜひハザードマップや 防災課題などを事前にこう見ていただいて災害の発生する恐れが高い地域の確認や日頃の防災対策見直しなどを各ご家庭でやっていただきたいと思いますしいざという時の備えにしていただければなといいう,うに思いますところで区長、新型コロナウイルス感染症が収束していない中、実際、水害などが起こったときに備え文京区ではどのような対策を取っているんでしょうか。はい 新型コロナウイルスの感染症は変異株の出現などによって依然として収束が見通せない状況です。先ほども申し上げたように避難所には多くの方が集まりますので感染症の発症リスクが高まります。ですのでまずは在宅での避難や知人宅での避難などを考えていただければと思うんです。 あるる場合にには避難所において新型コロナウイルス感染症対策をする対策策ををすすまととめたところです今回、区の避難所運営ガイドライン、新型コロナウイルス感染症対策編というものを策定しましたので、実際に開設運営となりましたら、区民の皆さんたちにも感染症対策へのご協力をお願いしたいと思います。 それでは最後に区民の皆さんにメッセージをお願いいたします、はいえー、急に大雨が降ったりする、そして台風によっての風水害の危険というのは、まあ、以前に比べて今、高まっているというふうに思います。えー、事前の気象情報などで、ある程度予測も可能ですので、お手元に届くハザードマップなどをご活用いただいて、自分の住んでいる地区の特性を知って、日頃から備えをお願いしたいというふうに考えています、はい、区長、本日はありがとうございました。ありがとうございます